皆さんどうもこんにちは、ジヤマです。ジヤマのマインクラフト2022、本日もやっていきたいと思います。以前ゼンロスしてしまったということで、なくしてしまったですね弓を新しく作ろうということで、あることをすれば効率よくですね、まあ最強の弓が作れるんじゃないかということで、いろいろ試しながらねやっていきました。前回の動画ね、まだ見てなかったよとか、どうやれば最速で、効率よく最強の弓作れるのかっていうのを気になる方はですね、ぜひ前回の動画見ていただきたいなと思います。さあ、そして今回なんですけども、何をしていきたいかと言いますと、最近ですね、海外の方がですね、こうウィザーの岩盤はめみたいなやつをねやってて、ちょっと面白そうだなということで、まあ僕もちょっとやってみたいなと思いまして、ただですね、ウィザー召喚に必要なウィザースケルトンの頭がですね、今足りないということで、今回はウィザースケの頭集めをですね、まあ久々にやっていきたいなと思っております。ということで、本日もやっていきましょう。ジヤマのマインクラフト2022。ということで、今回ですね、久々にネザーでウィザースケの頭集めをねしていきたいなと思ってるんですけども、やっぱりね、ここ最近 2,3 話に1回ぐらいは死んでるんじゃないかっていう、まあ、個人的なね、このマイクラの操作の下手さみたいなのもちょっと出てしまっていてですね、ちょっと不甲斐ないことが続いてまして、なので今回はですね、まあ、ウィザースケ集めをするんですけども、とにかくですね、今回一回も死なないように頑張ろうっていうのをちょっとテーマに置きながら頑張ってねやっていきたいなと思っておりまして、まあそのためにね、いろいろ準備もしていきたいなと思っております。まずですね、ネザーを冒険するということでもあるので、やっぱ金のヘルメットがね必要になってくるんですけども、今持ってるやつが防火と耐久3とか言ってね、特にエンチャントもしっかりしてない装備になっているので、まずね、このヘルメットの強化もちょっとしていこうかなと思います。でまず一旦こちらのねヘルメットを、エンチャント解除しまして、ここからエンチャントねつけていきたいと思います。でまず修繕、続いて耐久3、続いて防護4、続いて水中作業、はい、そして最後ですね、水中呼吸。 OK、 はい、ということでこれでですね、最強の金のヘルメット完成しました。 OK、 ということでこういう形でね、金ヘルメットも完成したということで、続いてはですね、盾も作っておこうと思います。てか盾なかったかな、盾はないか。ということで続いてですね、こちら盾を作りたいと思うので、木材が6個と鉄インゴットが1個ということですね。はい、ということでこちら盾を作りたいと思います。せーの、 OK。 てか今更なんですけど、こちらの盾ってエンチャントって作れるんかな、ちょっとやったことなかったからちょっと気になる、ちょっと試しにやってみようか。あ、無理か、エンチャントはできんのか。一旦ちょっとまたエンチャント本で持ってきたんで、この辺とかは、あ、エンチャント本からはつけれるんや。そうなんや、初めて知った、やってみるもんやな。ではね、ちょっと盾の方も強化していきましょうか。じゃあまず修繕、あ、これもいけますね、耐久力3いきます。で一応ダメ元で防護4とかは無理か、さすがに無理か。だから盾には耐久さんと修繕、他にもつくことあるんかな、ちょっと調べてみます。はい、ということで調べてみたら、エンチャントテーブルを用いてのエンチャントはできないが、金底とエンチャント本を用いることで耐久力と修繕のエンチャントを付与することができると。あ、そして消滅の呪いもまあいらんけど、消滅の呪いも一応つけれるっていうことがね、ウィキ情報ではなっておりましたね。 OK、 ということでこれで盾も構えつついきたいと思います。いやでもすごいな、めっちゃギラギラしてんな、すごい盾がなんか強そうではあるな、確かに。そしてですね、最後一番肝心なアイテムですね、アイテムボーナス3のついた剣で、こちらがですね、ウィザースケルトンの頭はウィザースケルトンがプレイヤーまたはプレイヤーに飼いならされた狼によって倒された場合に
2.5% の確率でドロップする。またドロップ増加のエンチャントによってレベル1では 3.5%、 レベル2では 4.5%、 レベル3では 5.5% にドロップ率が上昇するということで、やっぱりですね、頭集めにはこのアイテムボーナス3がやっぱり欠かせないということで、皆さんもね、もし知らなかったよっていう方は、アイテムボーナス3をつけてね、ウィザスケ狩りやっていただきたいなと思います。ということでですね、こういう形で準備も整ったということで、これからねネザーの方に向かいまして、ウィザスケの頭集めしていきたいと思います。それでは行きましょう。 G 山のマインクラフト2022。はい、ということでネザーの方にねやってまいりました。で、今現在ですね、ウィザースケルトンの頭1個だけ拠点にあったので、残りね最低2つ集めたいなということと、もう1つこちらね、見やすさも考慮しまして、安心のポーションも持ってまいりました。で、やっぱね、先ほども言いました、目標は今回1回も死なずに集めれたらなと思っているので、ちょっとね、まあ戦闘訓練といいますか、そういうのも意識しつつね、気合い入れてやっていきたいと思います。ということで、いよいよ見えてきましたね。この先がもう要塞になってるんで、一旦安心のポーション飲みましょうか。 OK、 これでめちゃくちゃ明るいな。で、ここは赤森なので、やっぱ色味がすごい。それでは行きましょう。お、早速ウィザスケおるやん。ウィザスケもおるけど、こういうやつらもおる。怖え、マジ怖え。うわ、おる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 。おれ、バラ。一発で出た。マジ？怖い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 。なんか怖い。オッケーよよよよよよよ。オッケーよ。オッケーよ。オッケーオッケー。いよいよ順調よ。いよ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 。いよ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 。こい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 。あぶね、あぶね、あぶね。ここ行き来するだけで結構湧くから、あれやな、結構集めやすそう。だからここから一回離れて、でもう一回戻れば、もしかしたらまた湧いてるかもしれない。そんな簡単じゃないか。あー、いや、湧いてるわ、湧いてる湧いてる。ほら、めっちゃ湧いてるわ。いよ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 。はい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 。おるおるおる。大丈夫大丈夫、落ち着いて。オッケー。おー、ロロロロロ。はい。オッケーよ。暗視が切れた。いやー、もうすでに暗視一本切れましたね。オッケー、行くぜー。オッケーオッケーオッケー。湧いてる湧いてる。いいよ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 。はい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 。はい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 。あれ？ 3 つなってるやん。3つなってるやん。なんか気づいたら3つなってた。お、マジかよ。え？もう3つ集まってるやん。マジか。早くない？集まんの。集まるの早すぎるやろ。バカ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 。あ、おる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 。また出た。嘘。出すぎちゃう。4つ目。4つ目。早ー。これ今収録してる感覚では、なんか、
ヘルメット準備してた時とかの方がなんか時間かかってるぞ。今回でもすでに3個手に入れたから。マジかよ、早すぎる。お、マジかよ。10分ぐらいで、多分10分15分で3つ取れた。あと2個ゲットすればもう1回分できるもんな。またそこまで目指すか。あと2個。すごいスピードで今のところ集まってる。今までで一番早いかもしれん。いいね、いいね。敵が多い。ほら来いよ、ほら。バカがよ。おる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 。いやー順調やね。やっぱこの場所がええんかな。この場所がね、湧きやすいっていうのもあるんかもしれないですね。この地続きになってるから、この湧きそうというか、もしかしたらいろんなところに湧きやすいんかもしれないですしね。このおっきい、また上おるやん、おるやん、おるやん。来い。はい。いて。あぶね。あぶね。よろろろろろ。いいよ。オッケー。来いよ。オッケー。あ、ノックバックが。ほら、あたた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 、強いよ、多いよ。うわーわわわわ、やば。おらー、うわ、頭出てる。やばい。おらー、でラスト1個目標にね、もうちょっと頑張ってみましょう。でもこのスピードで集まっていくのマジすげえ。やっぱちゃんと装備しとくべきやな。圧倒的に違うから。おるやん、めっちゃおるやん。です。オッケー、来いよ。オッケー、オッケー。はい、はいよ。あ、ミスった。あぶね。反射的にピグリン攻撃してしまった。です。でもここの通路良さそうやな。おい。来い。あかんか。あ、いいね。いいよ。はい。出たー。
お、マジかよ。もう6個集まりました。ネザーに入ってたった20分ぐらいしか経ってない。これ、うわ、くしゃ。ネザー入って20分で頭5つ手に入りました。効率良すぎんか。いやでもそれにしてもやっぱあれやな、ここのウィザースケが場所的にやっぱ出やすいから自然とドロップ率も上がるというか。ほらまたや、7個目来た。ほら今の乱戦だけでまたもう1個出てきました。これ合計7個でも意味わからん。ということで帰りましょうか。 G 山のマインクラフト2022。さあということで今回はね、ウィザース系の頭集めということでやってきたんですけども、まさかのネザー入って20分25分ぐらいで驚異のね頭6個集まるという、ちょっと運が良すぎるなっていうところもね若干あるんですけども、まあそれにしてもですねやっぱり嬉しいなと思います。そして、皆さんもね改めて、しっかりね装備していただいて、こちらねやっぱアイテムボーナス3を持って盾であったりこの弓とかもね、作業装備揃えていただいてね、これだけ効率よく頭集めできるということで、皆さんもぜひやってみてください。ということで、今回ねこの辺で終わりたいと思います。次回ですね、今回取りましたウィザースケの頭を使いまして岩盤ハメをやってみたいと思います。ということで、今度が良かったよとか運良かったねとか思っていただけた方、ぜひチャンネル登録そして高評価の方もよろしくお願いいたします。ということで、また次回の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。